関宿から夜明け前に旅立った秋太郎。ひたすらに北へと向かう。少し前から嫌な予感がしていた。数軒の間を置いてピタッとついてくる男がいる。気のせいかとも思ったなれども、どうも気になる。昼前に街道の茶店で飯を食うことにして、その男をやり過ごそうとした。しかしその男も茶店に腰を落としてくる。茶店を出て人気のなくなるのを見計らって、俺の後をついてきてるように感じるのだが、何か用でもあるのかい？そうだな、あるといえば、あ、肥後の柿太郎さんだろう。似たような名前だが、あ、とんと人違いだ。俺の名はビンゴの秋太郎ってんだよ。ほう、言い回しが似てるってのも面白いもんだな。いきなり男は腰の後ろから何やら引き抜いて出した。それが実手だと理解するにはしばしの間がかかった。へえ、見りゃ当選人のようだが、そんなおもちゃを持っての遊び旅かい？やい、人をこけんするのもほどほどにしやがれ。肥後の柿太郎、半年前に大江戸の神田町呉服卸しの備前屋一家皆殺しの逃亡旅、やっと捕まえたぜ。なんだそれ、全く身に覚えがねえよ。人違いも甚だしいぜ。とぼけたってダメだぜ。この鳥縄には大江戸一の侠客神田五一のメンツがかかってんだ。つべこべ言わずに尋常にお縄を受けろい。とんちんかんなことばっかり言ってやがる。二足のわらじを履いてのメンツからそれらしいやつを捕まえようってのかい？喧嘩するなら相手になるぜ。こっちとら講義の名での実手取りなだい。そう言うとさっと右手を上げた。するとどこからともなく五人ほどの男が駆け寄ってきた。喧嘩にはならない。秋太郎はダッとのごとくに突っ走って逃げた。2日2晩をぶっ通して走り抜けた秋太郎はもう動けなくなっていた。ここがどこの土地なのかさえもわからない。道端の木の根っこにもたれていつしか眠りこけている。やがて誰かに肩を揺り動かされ飛び起きたが、疲れ切っている五体は濡れ雑巾のように重いと、この土地の都政人らしい男が立っていた。疲れ切ってなさるようだね。俺はこの町で一家を構えてる長兵衛ってもんだが。あ、なに、子分は二人しかいねえ小さな国だ。どうだい、うちにわらじを脱ぎなすったら。その長兵衛は秋太郎に肩を貸し我が家へと誘っていった。
者を呼んでくれ、熱い看病もしてもらい、2日後には秋太郎もすっかり元気を回復したようだ。親分さん、死に目に遭ってる俺のようなものを助けてもらって俺の言いようがねえ、どう恩返しをしたものでしょう。何を言いなさる。都政の義理人情を掲げたら俺たちはただのクズ人間になってしまう。当然のことをしたまでよ。まあ急ぐ旅でないならゆっくりしていきなぜ。よ、それがあらぬ疑いで追われておりやす。今すぐにでも旅立ちてんで。ああ知ってるよ、江戸の呉服卸しの家族皆殺し、肥後の鍵太郎ってのは、いや俺の名はビンゴの秋太郎ってんで。そんなことはもう問題じゃなくなってるんだ。悪いことに大江戸一家の大親分神田五一はここの一人息子だったんだよ。怒りに任せて全国に追っ手を放した。何様二足のわらじを履く十手持ちだ。とっ捕まえたもんにゃ千両の賞金が出るって話したぜ。まったくの濡れ犬だ俺は。その時に荒々しく襖が開き、あの街道でつけてきた十手持ちたちが飛び込んできて、有無を言わさずに秋太郎を取り押さえてしまった。長兵衛さん、おめえさんもグルだったのかい。長兵衛は何も言わずキセルにタバコを詰め、火鉢にしゃがみ込んで火をつけている。荒縄でがんじがらめに縛り上げられ、物置小屋に転がされている秋太郎。周りには江戸からの十手持ちが囲んで拷問を繰り返している。名前なんてどうでもいいんだよ。おめえが一家殺しをやったかどうかってのもどうでもいいんだい。帰って親分に報告するにゃよ、その犯人の証が欲しいんだい。どんと千両の賞金が出る。まあ、おめえを殺してしまったらガタッと減るだろうかな。どうでい、ここの長兵衛に一言俺がやりましたって言ってくれねえかい。やってねえのにそんなこと言えるかい。まあ、どっちみち叩きゃ誇りの出る身だろうに。こうして十手持ちたちの拷問は続いた。鞭打ち、ささらだけの叩き、そして焼け火鉢にまで及んだのである。あれ兄貴、こいつ息をしてねえぜ。おだぶつしたのかな。まあここらが俺たちの限度らしい。そろそろ江戸へ帰るか。ここの長兵衛に子細を書かせりゃ多少の賞金が手に入るだろうよ。こいつどうします、とどめを刺しやすかい。その必要はねえだろう。すまきにしてあの大川へ投げ込んでしまおう。秋太郎はむしろで
すまきにされ激流の大川へ放り込まれた。じっても五人は江戸へと向かって足を向けていた。しかし秋太郎は死ななかった。冷たい水に投げ込まれ正気に戻ったものの、五体はがんじがらめに縛られている。水の流れにもてあそばれているうちに激流の下で数人の釣り人が見つけた。そして救い上げられたのである。危機一髪、秋太郎はこの釣り人たちに一命を救われた。その釣り人の一人の家に厄介になり、数日で体力は回復した。怒りと悔しさではち切れんばかりの胸を炎として燃やしながら、まずは長兵衛の家に走った。様子を伺いながら忍び寄ると、部屋の中から話し声が聞こえてくる。まあこれで俺たちへの追っても和らぐだろうよ。あの秋太郎とかへ罪を追っかぶせりゃもう追ってなんて来ねえだろうしな。大江戸の呉服問屋の一家皆殺し、大金3000両終わったのが俺たちだってのも、これで沙汰闇んならまああの秋太郎ってのにものたれ死ぬ寸前に恩を売ったんだし、まさか化けては来ねえだろうよ。ここまで耳にして秋太郎は部屋に飛び込んだ。素手である。長兵衛と二人の子分が唖然としてるのへ、長兵衛の横の脇差しを握るや鞘を払い、たちまち三人を切り倒した。そしてゆっくりと街道へと出る。向かうは江戸だろう。この怒り悔しさは長兵衛たちを切ったからって気は収まらない秋太郎である。Thank you.